メタルヒーローシリーズでスキューポリスシリーズ特装エクシードラフト特装エクシードラフトは1992年2月2日から1993年1月24日までテレビ朝日系列で毎週日曜8時8時30分に全49話が放送された東映制作の特撮テレビドラマメタルヒーローシリーズの第11作にあたるとともに特計 ウィンスペクターに橋を発したレスキューポリスシリーズの第3作にしてシリーズ最後の作品でもある。設定や作劇的には全2作の基本路線を踏襲した形となっているが、前作まではメンバーに含まれていたロボットが配され、強化スーツを装着する人数が3人に増えたり、そのスーツの装着も手作業によるプロセスを踏んだものとなるなど、 従来の世界観からの変更もいくつかなされている。また本作品は当初、全2作との関連性はほぼ解無であったが、終盤にて、全2作の主要登場人物である、正木俊介が警視官として登場し、世界観を同じくする作品とされた。ストーリーは、ドラマ性を重視したソルブレインに対し、エンターテイメント性を引き戻すことが意図され、超常現象や、 タイムマシンなど、超科学を題材とした大胆な作品が多くなった。犯罪の状況ドラマに重きを置いた展開となっており、レスキュー要素はその状況からの脱出という性格を帯びている。特に中盤での宇宙捜査官の登場や、後半の神と悪魔の戦いなど、これまでのレスキューポリスシリーズの世界観とは趣を、ことにする。 SF 要素の強い壮大なストーリーが目立つようになった。子供番組としては関連的な内容であることからメインライターの宮下俊一は監督から内容について質問を受けることが多かったというが宮下はやりきったという思いであったことを述べている。他方で東映プロデューサーの堀長文は後年のインタビューで大河的なストーリーへ展開していったことは 失敗であったと10回しているが、制作当時は、宮下を後押ししていた。企画時にキャラクターデザインが遅れたため、放送前の撮影会が自動誌の締め切りに間に合わず、イラストのみの掲載となった。またエンディングには、キャラクターデザインとして、主に作中に登場する、イメージイラストを手掛けていた、薄永俊之がクレジットされているが、当の薄木久志自身は、 ゲストキャラクターのデザインを手掛けたことはないと後年、証言している。これについて、当時企画者104の所属として、本作品に関わっていた、河野成博は、イラスト内に出てくるモンスターを薄長独自の判断で、描いた際、それに対応する形で、同じく企画者104所属であった、火災音がクレジットを入れてもらっていたのではないか、と推察している。 主人公たちの本部の外観として屋外の撮影に使用された春見客船ターミナル。明日の地球に人々は求めた愛と希望と優しさを。そして人々は選んだ若く熱い三つの魂を多様化する未来型犯罪に完全と挑戦する特別救急捜査隊の誕生である。より多様化する犯罪から人々を守るために三つの魂が 炎となっても得た。これは、明日の地球に愛と、優しさを求めた、特別救急捜査隊の物語である。より犯罪、環境汚染、自然災害など、高度化、複雑化する人類の脅威に立ち向かうべく、警視庁、消防庁、防衛省、厚生省など様々な分野からのスペシャリストが、集結し、ウィンスペクター、ソルブレインに続く。 新たなレスキューポリースが誕生した。それが特別救急捜査隊エクシードラフトである。格話ゲストについては放送日程を参照。メインライターは前年までの杉村マスがスーパー戦隊シリーズに移動したことにより宮下趣味地に交代。東映プロデューサーの堀長文は宮下を育てるという目論みもあったと述べている。 メイン監督はパイロットを含め年間を通して3、津村哲二が担当。そして前作から引き続き小西道を、また、杉村と同じく戦隊シリーズに移動した小笠原武史とスイッチする形で、美野亜正さが登板。最終3部作を担当するなどの活躍ぶりを見せた。系列は放送当時のもの。いずれも、発売元は、投影ビデオ。 本作品単体での映画作品は存在しない。ありがとうございます。